エドガー・フレデリック・ヨスト3世は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ハンボルト軍友レカ出身の元プロ野球選手、監督、ウト右ミギウチ。メディアによっては、ネットヨストとも表記される。b a s e a l r e f e r e n c e c o m によると、ヨストと発音するとされている。1974年1月の MLB ドラフト2巡目で、 モントリオールエクスポズから指名されたが、この時は契約せず、同年の6月の2時、ドラフト1巡目で、ニューヨークメッツから指名を受け、プロ入り。現役時代は控え手として、実動6年間メジャーでプレーした。1982年のミルウォー・キーブルワーズ球団初のリーグ優勝時のメンバーでもある。引退後は、 アトランタブレーブスでブルペンコーチと三塁コーチを歴任した。2003年よりブルワーズ監督に就任。当初は低迷するも2005年にチーム13年ぶりの勝率5割を記録した。2007年にはポストシーズン進出まであと一歩というところまで前線する。2008年は チームは1982年以来26年ぶりのポストシーズンに進出するも、ヨスト本人はその直前の9月15日に解任されてしまう。オフにヒューストン・アストロズが2009年の監督候補としたが、結局はブラッド・ミルズが監督に就任した。2010年5月13日、トレイ・ヒルマンの解任により空席だったカンザス式ロイヤルズの監督に就任した。 2012年1月14日に2013年まで契約を延長した。2015年9月24日にチームを30年ぶりの地区優勝、さらにワールドシリーズ制覇に導いた。2019年9月23日に同シーズン限りでの監督業引退を表明した。ありがとうございます。